ついに武士子の処女を。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。みーちゃん見てる黒武士です。ちょもららてです。はい、待って、俺も変えようと思ったんだけど、チョコも変えてくると思わない。マジでごめん、びっくりした今。もうほんま、俺考えてること一緒やなって思いながらも見てた今。やってもうた、ほんま。今日はですね、はい、お互いの似顔絵を描いてみようじゃないかと。おお。で、このね、出来上がった似顔絵を、うん、今後いろんなところで使っていこうと思いましてね、それができたら。なるほどね、うん。ちなみに絵はよく描くんですか？俺は、うん、下手馬の極みですから。下手馬の極み、うん、味があるってこと？俺の絵は下手馬の極みですからね。何？初めて聞いたからちょっとドキマキしたけど下手馬の極みっていうのが何なんですか？俺は絵は決して上手くない。おー、ほんまに。ただ、うん、それなのに LINE スタンプとか作ってる。あーあ、はいはい、よくチョモから送られてくるあれですね。ああいう感じなの。あれチョモが描いてるの？あれ自分で描いてる。はー、儲かってます？LINE スタンプはね、マジで儲からへん。あ、そうなんだ。全然儲からへん。うん、なるほどね、うん。じゃあ、描いてみたいなと思うんですけど。似顔絵か。うん。しかも、ブッシーの。逆に俺、チョモちゃんって、こういう顔をされてるじゃない？だから、逆に描きづらいのよ。誇張するとこがないから。校長、ほらね、こういうのよ。俺ちょっとやっぱレベル高いなと思ったんだけど、あえて挑戦ね。あえてね、ちょっとやってみようかなと思って。やっていただきましょうよ。なんか、ね、それが出来上がったら、こう、オープニングのアイコンとかさ、なんか、アイコンでバーンとか入れたりしたいなと。まあ本当にアナログで書くんだけど、ね。あえて、ね、ちょっと、追いかき。追いかきしてみようと思いますね。しかも、お互い見ずに。そうだね。脳内のメモリだけでね。そう。俺は一番得意な筆ペンでいこうと思います。ああ、いいね。イエーじゃあ書きましょうか、早速書きましょうか。はい、ではお絵描きタイムスタート。絶対ちゃうな、こんなんじゃないな。もうね、俺すでにチョモちゃんがどういう髪の前髪の分け方してたかもわかんない。あかん。できた。一応できたけど。はよ。もしか。なんか俺結果的にさ、忍者になっちゃった。忍者。どういうこと？一秒だけ見ない。お互いを。あ、お互いを。いくね。はい。せーの。なるほど。俺今見たいとこ見れなかった。もう今さ、ちょっとチョモちゃんのチラッと見えたんだけどさ、うん、大きさが全然二人とも違うよね。そういうこと。そういうこと。今チラッと見えたの、うん、チョモ紙にいっぱいいっぱい書いてるんだけど、俺真ん中にちょこんとやってる。これ性格出ますね、これなんか。もうダメだ。ということで、ちょっとお互いできた、はい、できた感じですね。じゃあ、チョモちゃんからこちらになります。お、はい、ドン。え、かわいい、かわいい。パプア君に出てきそうな。え、全然いいじゃん。似てる似てる。こちらですね。ファック、
あーかわいい、かわいいね。俺その後出したくねえな、ほんと難しいんですよ。それではくるちゃんが書いたチョバラテです。ドンデーン。わっしゃー、マジでこれ誰誰ですか誰ですかこれ、これいけるかな、なんかこうあのオープニングとかにこの2つの絵が同じ世界観に入るのが想像できないけど、厳しいな。しかもね、ちゃんとよく見てほしいんだけど。そうやな、俺気づいてたよ。あー、さすが、あの俺が前着させたダサいトレーナーを着てます。これひどいぞ。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日もひーひーだねみたいな感じでしょ。いやー考えらんない。この動画のコメント欄で募集しようか、あれ書いてくれっていう。あ、じゃあ、あのぜひぜひこれ書いてくださいっていうのを、うん、あのコメントいただいて。そうやね、それを俺ら見ずに。そうね、見ずにね、想像だけで。そうそう、あのキャラクターとかはもう大丈夫なの、著作権とかね。なんかキャラっていうよりかは、まあ、実在する動物だったりとか、まあ、物とかそういうのがいいね。ゾウとか、うん、エネマグラとかね。あー、いずれかはね、子でも2人で出したいんですけど、ぜひぜひあのこれからも、チャンネル登録。子でやばい。あの代官山で子でもやりますんでよろしくお願いします。今日は、はい、2人でお互いの似顔絵を描いてみました。ひどいこれ。いやでもいいわ。そうね、うん、それでは、こんな絵2人で描いてくださいというリクエストをバンバンお待ちしております。ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。バイバイ、また見てね。バイバイ。くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい。